マイティボーイは、かつて、鈴木自動車工業が生産、販売していたボンネット型軽トラックである。マーボーの通称で親しまれた。二台目セルボをベースに、B ピラーより後方のルーフを切り取り、ピックアップトラックにしたモデルである。二台の全長は 660mm、最大積載量は 200kg で、積載能力は、一般的なキャブオーバータイプの軽トラックよりも、 はるかに劣る。しかし、その分キャビンが広く、シートもスライドやリクライニングが可能であり、座席後方のスペースも収納場所としては広い。セルフベースであるため、フロントウィンドシールドの傾斜が強く、ドライビングポジションもスポーツカー的な要素が強い。メーカー側も実用一点張りの商用車としての位置づけではなく、スタイリッシュなピックアップというコンセプトで売り出している。 当時の車両本体価格は45万円で、四輪車としては最も低価格であったが、その販売実績は同じく低価格をアピールして、大成功した初代アルトのヒットには遠く及ばなかった。搭載されている F5A エンジンは、最終的に出力 31PS、6000rpm、トルク 4.4kgm、3500rpm になり、 後部が荷台であることによる軽量な車重と相まって、当時としては軽快なドライブフィールが得られた。ただし標準タイヤはラジアルではなく10インチのバイアスだったため、クリップ性はやや劣った。すでに旧車として扱われる車種だが、その独特なスタイルと希少性から、販売終了後もマニア間での人気は高く、一時はアフターマーケットである。 インターネットオークションでの取引も活発であり、SS40 系のセルボイコーや、アルトや、ワゴン R、マツダキャロル等を部品取り車とした、F5A 同士や F6A へのエンジンスワップ、ブレーキを含む、足回りの丸ごと交換によるモディファイやレストレーションが、盛んであった。また、カスタムカーのベースとしてもよく使用され、鈴木自身も、自社のジム2000の車種とマイティボーイのボディを組み合わせた。 ショーカーを1983年の第25回東京モーターショーに出品している。形式が共通の SS40 である姉妹車のみを記載する。他に SS30 もエンジンは異なるが車種は基本的に共通。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第41号21ページより ABC 昭和55年写真生活 P95 また未来が大きくなってきた。クリッカー。2015年8月11日へ閲覧。ありがとうございます。